はい、ここはね、新宿ですね。相変わらずね、ちょっと暗闇モトブログなんですけどね、今日は中華部品についてね、ちょっと話そうかなと思ってるんですけど、中華部品っていうとね、コピー品とかね、精度が悪いとか材質が良くないとかね、そういうイメージがあるんですけど、実際僕のバイクもね、中華部品、まずこのカバーもこれ中華部品なんですよね。本物はね、4万ちょっとするのかな、1万これ5000円ぐらいでね買えたんで、まあプラスチックのカバーなので、まあね、プラスチックのカバー4万っていうのもね、ちょっと微妙な感じがするんですけど、まあこれはね結構質も良くてなかなか気に入ってますね。元トロンっていうなんかシールがちょっといけてないんですけど、本当はラジエーターカバーもこれ今違うのついてるんですけど、ワイズギアのねコピー品をつけてましたね。取り付けのね穴がね結構合わなかったりとか、そういったことがね、まあ中華部品にはよくあることかなという感じですね。で今回このね、通称くちばしっていうんですけど、この部品ね MT-09 前期型なんで、前期型のね、このヨーロッパの EU ヤマハというまあところで出してるというか、そういう感じの純正部品で出てたんですよね。ただもう後期型に変わっちゃって、ライト周りが全部部品が変わっちゃったので、まあ、あえてね、この前期の部品っていうのはもう出さないと思うんですよね。で、オークションで中古とかであるんですけど、やはり玉数が少ないので、すごくね、高騰な価格で取引されてるという。まあ中華製のね部品のいいところっていうのは、元の純正品とかね、本物にない色味もある。例えばステップデカでも、これ黒なんですけど、ストライカーのね、コピー品も出てるんですけど、金色とかね青とか本物にはない色があるんですよね。くちばしもね、一応青とか黄色とかいろんなバリエーションがあって、純正は白しかないんですよね。でこのくちばしなんですけど、塗装きれいに表は塗ってあるんだけど、あんまり見ないんだけどね、こう裏側とかがねすごくやっぱ汚かったんですよね。で一応これブラック買ったんだけど、やっぱり色味がね、これ一応黒に見えますけど、今暗闇なんで紫なんですよね、濃いね。で濃い紫、濃い紫、艶消しの、艶ありの黒、やっぱバランスがなんか合わないような気がしちゃって、まあ、どうせだったらこの、まあ、僕的にはこの艶消し黒というか、このフレームのね、スイングアームとかね、このサイドカバーに合うような色でね、こう塗っていきたいなと思って、で今これはね、トヨタのブラックメタリックっていうね、まあ、スーパーオートバックスとかああいうとこで売ってる缶スプレーですよね、ソフト99か。そこの缶スプレーで、塗ってありますね。でまあ、塗装自体はね小物なんで、わけないんですけど、確かにタンクとかねこういうところはねやっぱプロじゃないと、綺麗に塗れないんじゃないかなと思いますね。まあこういう小物だったらもう全然自家塗装でねいけると思います。ここも同じトヨタのブラックメタリックで塗ってあるんですけど、まあそこそこね統一感というか一体感はあるんじゃないかなと思いますね。ただやっぱりね、このフレームの色、 MC ペインターっていうデイトナからバイク出てるんですけど、ないですよねこの色なんてね。まあスーパーオートバックスとかああいうとこ行くと、カラーチャートっていうのがあってね、ソフト99のボディペンのね、あれ見るとこれかなっていう色結構ね似たようなのあるんですけど、それでやると今車の塗装っていうのはほぼねパールメタリックで、クリアを上塗りするっていう前提で作られているので、色の深みが全然違うんですよね。まあですからカラーチャートでこのスイングアームのねこの色に合った色っていうのを選ぶと、だいたいメタリックが強くて、明るく出ちゃうんですよね。なので、カラー選びっていうのは結構難しいですね。でこのくちばしとねこのラジエーターカバーの色も、実際お店にあるカラーチャート見るともうほぼ黒なんですよね。
でちょっと暗くて分かんないんですけど、実際吹いてみるとね、真っ黒ではないですよね。まあそういう感じで、若干ね、その色味を選ぶのは大変だって、ちょっと難しいですよね。で、塗装はね、下地が一番重要かなと思いますね。ちゃんとペーパー掛けしてね、下地を慣らして塗装の食いつきをね、よくするようにして、やればね、ほぼ8割方はね、綺麗にできるかなと思いますね。あと塗り方は、目標のね、対象物に対してちょっとオーバーラップするようにね、吹き始めは特にバッと出るので、吹き始めは外して、で吹いて、で吹き終わりもちょっと外してっていう感じでやればいいかなと思いますね。で特にこういう艶消しにしたい場合っていうのは、最初はね、近づけてこう塗って、だんだん離していくんですね。3回ぐらいに分けて塗ると、最後の方はもう粒々が、なるぐらいにこう離してね、やると割とちょっと艶がなくなるような感じになりますね。これは結構ね、おすすめのやり方ですね。で急に厚く塗るとツヤが出ちゃうんでね、そこはちょっと気をつけたいところかなと思います。プライマーっていうのは必要で、FRP プライマーとか、プラスチックプライマーとか、いろいろバンパープライマーとかあるんですけど、まあ、それが一つで済むのが密着論っていうのがあるんですけど、まあ、名前がね、密着論ってもうそのまんまなんですけど、塗装の食いつきを良くするプライマー、これはね必要なんじゃないかなと思いますね。やっぱりこうプラスチックって言っても柔らかいプラスチックなんで、まあ、柔軟性がねあるので、まあ、剥がれにくくするためにもねいいかな。密着論に限ってはあれはね、メッキの上からでも塗れるんですよ。普通メッキの上にプライマーをしないで、スプレー塗装すると、確実に剥がれるんですけど、密着論をやれば、剥がれにくいんでね、あれはすごい、あれおすすめです。どんな塗装の下地にもね、僕は密着論っていうのを使います。で、まあこのくちばしに限ってはね、まあ本当純正部品がなかったので、ああいう感じでね、中華パーツね、純正で出さない部品も出してくれるっていう点では、選択の余地としてはねありなんじゃないかなと思いますね。やっぱりポン付けね、できなくてもちょっと加工するね、知恵とかそういったことはね必要かなと思います。いつかね、海外の元ブログ MT-09 なんだけど、そのコピーパーツをね買ったっていう、なんか外人の動画を見たんですけど、やっぱつけれなくてね、捨ててましたね最後ね、ゴミ箱に捨ててるシーンがあってちょっと面白かったんですけど、まあ、ポン付けはねちょっと厳しいかなと思いますね。まああとね、やっぱり製品精度ね、まあ、ここはねやっぱりね純正とかの方が絶対いいと思うんで、まあそうですね、やっぱりブレーキとかね、こういう重要なところはちょっと中華パーツっていうのはね使いたくないですね。ブレーキとかね、あとステアリングナンバーとかもあるんですよね。そこはちょっとね、できたらね、こういうところは、重要なところは正規品というか、純正部品とかね、有名なアフターパーツメーカーとか、それを使った方がいいと思うんですよ。まあ、僕がおすすめする中華部品っていうのはやっぱりこの小物ですよね。カールとかね、こうガードカバーとかね、まあ、こういったところはもう全然もう半額ぐらいで手に入るので、ありなんじゃないかなと思いますね。まあそんな感じでね、こううまく部品をね使うと、割とねリーズナブルにカスタムができるっていうのと、まああとカラーリングもね自分の好みに仕上げるっていうことも、まあ楽しみの一つなんじゃないかなと思いますね。ということで、どうですかね、この新宿の暗闇モトブログちゃんと撮れてるのかな、これな。
そんな感じでございますね。このジャンクションって結構ねかっこいい、箱崎とか結構ねかっこいいんですよね、下から見るとね。ね、会社だとちょっとあんま中華部品もよろしくないかなと思うんだけど、真似されるようなでもね形っていうか、でも大体純正部品って言っても中国製だったりするわけだからね、まあ、真似されちゃうんじゃないかなと思うんだよね結局ね。そうやって多分 GoPro もそういう感じでどん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 真似されちゃってね、 GoPro 本社の方が、本体の方がね経営が危うくなったりしてるわけだから、まあ中華部員の存在っていうのもねちょっと絶妙ではあるんですけどね。だから何でもかんでもありがたがって使っちゃいけないのかな。でもまあ使っちゃってるけどね僕はありがたく使っちゃってるんだけどね。まあね、そうやってちゃんと真剣に作ってるメーカーからしてみりゃいい迷惑なんだろうね。